毎日の美顔マッサージ最低限やってほしいことです。チャンネルのコメント欄から毎日最低限やっておいたらいいことってありますか、ここのツボを刺激しておいたらとか、朝一やメイク前にやっておくといいこととかあれば紹介してくださいというご質問をいただいたので、この動画で返信させていただいています。タイプ別に最低限やってほしいことがそれぞれにあります。ぽっちゃりしている方はまず食事制限と運動などダイエットを基本にしてください。ぽっちゃりしていてもむくみがなければいいのですが、ぽっちゃりしてむくみがあれば今から言うむくみがある方の対策も合わせて行ってください。以前紹介したんですけれども、この柔らかいビニールのボールを使っておへそを、これおへその穴としたらぐるぐる回して、そこから下の方に押し合っていく、これが簡単なむくみ対策です。その後で足のすねをポンポン叩くとかマッサージをして血流を足元から改善してください。前かがみをして足をマッサージするのが苦手な方は足首を動かしていく、座ったままでつま先立ちをしてふくらはぎを動かすようにしてみてください。それが全身の簡単なむくみ対策になります。忙しい朝、メイク前、メイクをしていてもできるむくみケアです。口を軽く開けて脱力します。そのままで顎を少し動かしてください。メイクをしていたら軽く開け閉めしていく、これだけで結構です。次に耳を、爪を立てないように軽く引っ張って揺らしてください。この耳の穴の手前、ここをつまんでぐっと外に広げて揺らしてください。こうすることでイラストのように耳の内耳ですね、鼓膜のあたりまで振動が伝わるので、奥の方のリンパを流す効果が期待できます。顎の下、ここに溜まったリンパを手の柔らかいところ、どこでもいいので耳の前に持っていって、ここから首の方に下ろす、反対も同じようにさすって移動させてください。最後に肩をこのようないろいろな方向に傾けては上げて下ろす、上げて下ろす、この脱力が大事ですね。最低限してほしいのはこれだけです。時間があればこの頬に溜まったリンパなどを顎の方に流して、そこからまた耳の前から下ろしていく、目の周りの部分にも目尻に持っていって、そこから耳の上を通って首から下の方に捨てていくようにしてください。顔の筋肉のボリュームが目立つ方はマッサージを行います。指や手のひら、どこでもいいので柔らかいところを使ってこのように上、外、下、この順番で回転させてマッサージを行ってください。その時に強くやるのではなくて、この皮下脂肪の奥にある筋肉、少し噛めば筋肉が分かりますが、その筋肉の表面を撫でるようにマッサージをしてください。肌をさするのではなくて密着させたままマッサージを行うことで肌へのダメージを最小限に抑えることができます。このマッサージに関してはメイク前に行ってください。メイクをしていたら夜に行って、朝省いても構いませんので、1日1回はこのようにマッサージをして筋肉のボリュームを今以上大きくならないようにしていきましょう。ストレッチも有効です。ストレッチでも顎を大きく傾けると関節が痛みますので、 O の口の形にしてこの辺りを伸ばしてください。あまり強くすると余計なシワができるので、シワを作らない範囲でおおというふうに伸ばして、その伸ばしたものを左右に動かしてストレッチをしてください。
どの向きでもシワを作らないようにしてください。顔全体がたるみがある方は筋力や気力が落ちていることが考えられます。むくんで垂れている場合と区別してほしいのは、むくんでいる場合のたるみと気力がない時のたるみの違いは、シワが少なければむくみがあると考えてください。小さなシワがあって垂れていると筋力や気力がなくなって顔の表情が少し下に下がってくると思ってください。基本的には元気を出してほしいということですね。よく寝る、同じ姿勢を続けない、呼吸が少なくなって酸素を取り入れる量が、二酸化炭素を吐き出すというガス交換が少なくなるからです。疲れやすいかもしれませんが、胸を張って背筋を伸ばす訓練から行ってください。マッサージに関しては下から上に軽くさするようにしてください。この時肌のダメージが気になれば、手ぬぐいなど肌に優しい素材のものを片方でしっかり持ってさすり上げてください。反対側も同じようにしてください。寝転んでさすり上げても構いません。日本手ぬぐいなどない場合は、乳液など普段お使いのクリームを使って下から上げていくのも構いません。自分に合った方法を選んで毎日のケアに役立ててください。今日の内容が役に立ったと思ったら、評価とコメントをお願いいたします。最新情報をお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方は、後ほどこの辺りに出てくるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。あなたの美容と健康に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。